この犯罪のいろいろ報道のあった中では例年に比べるとやはり2割増しぐらいのお問い合わせ件数を頂戴しているという形になります。大阪吹田市にある防犯カメラの設置・販売を行う会社です。最新のカメラは機能が飛躍的に進化しているといいます。実際に最先端の防犯カメラの機能を体験してみたいと思います。こちら設定された境界線をこのように越えるとアラームが鳴るんです。こちらは問い合わせが殺到している AI 機能を備えたカメラ。人と車の動きに反応します。照明がついていない暗い部屋でタオルを振ってみるとカメラは反応しません。一方、部屋の中に人が入ってくるとライトが点灯しその姿を記録。さらに警戒ラインを越えると警報音が鳴り携帯電話にも通知が来ます。こちらは不審者を追いかけるカメラ。これまでのカメラでは移動する人がすぐに消えてしまいますが、最新の AI カメラは拡大して追尾を開始。人物を捉える時間が3倍にも伸びました。一戸建ての住宅の場合、カメラを住宅の四隅に設置し、死角がなくなるようにするのが効果的だといいます。犯罪を、未然に防ぐというか、非常に防犯カメラの進化型として今注目を浴びている。音と威嚇の、ライト、そういったものが犯罪したいという気持ちを萎えさせるというか、そういったところになってくるかなと思います。4台のカメラで価格はおよそ30万円ということです。一方、警備会社のセコムにも防犯に関する問い合わせが殺到しています。こちらは厚さ 1.5 ミリほどの特殊なフィルムを挟んだガラスです。ガラスを割ろうとすると広い範囲にひびが入るもののなかなか割れません。犯人によってはやはり早く犯行に入りたいので少しでも時間を稼ぐことによって諦めるという効果があると思います。こうした防犯ガラスに関する問い合わせは去年の同じ時期と比べて8倍ほどに増えているということです。強盗もプロですから必ず下見をします。防犯対策の中でやはり防犯システムを導入されたり防犯ガラスを入れることによってかなり防犯に対する効果は高まると思います。ホームセキュリティに関する問い合わせも5倍ほど増加していて事件をきっかけに防犯への意識が高まりつつあります。